これが伝われば 95% ぐらいの急げ急げ煽るお客さんは味方になってくれるな。皆さん、乗務歴1年以上ということで、はい、はい、あ、2年、あ、2年、はい、2年超えました。2年超えた。おかげさまでありがとうございます。早いっすね、はい、はい、というわけでこのコロナの厳しい状況下で、はい、乗り越えてきた、はい、はい、さんからのご質問が急げ急げっていう風に言ってくれるお客さんの対応方法を教えてほしいって。あ、はい、そうですね。どうしてもあの通勤の時間帯とか、はい、まあ、その他、まあ、いろんなシチュエーションの中で急いでほしいっていうお客さんは結構多いんですよね。はい、そうですね。でその中でこの間もちょっとあったんですけども、もっとスピード出せとか、あ、で信号は無理にこう進行せずに止まらなきゃいけない時には止まる、信号のタイミングに合わせて速度を調整するんですけど、なんで止まるんだと言われることもたまにあるんですね。だからそういった時にうまくお客様の感情を逆なでないような対応の仕方ってなんかうまいことないかなっていうところはちょっと感じるところがあるんですよね。なるほどですね。この通勤ラッシュの時に急いで急いでというふうに、言葉悪いですけど煽ってくるお客様に対しての対処方法ですね。多分ここは多分タクシードライバーみんな一度はぶつかる壁登竜門じゃないかなって思います。ちなみに全てのお客様が急げっていう風に要求してくるわけじゃないですか。はい、その急げ急げっていう風に言ってこられた時ってさんはなんか心境としてどんな心境を抱きますか。やはり急いでるんだなってやっぱり分かるんですね。分かってなるべく早く目的地まで お届けしてあげたいって気持ちはあるんですけども、でもできるところとできないところと、で信号で止まるとため息つかれたりするとあーとかうーんとか なんかそういう雰囲気がある、あのそういうのを醸し出されるとあーってやっぱりこう考えてるところがあって。ありがとうございます。あくまでこれは僕の方法論なんですけども、タクシー転職サイトプロタクでは全国のタクシー業界の情報をドライバー経験者が良い部分も悪い部分も含めてお伝えをいたします。祝い金付き、保証給、寮付き、ノルマなしなど、あなたのご希望をお聞かせください。相談は無料、こちらからお問い合わせください。また人材の獲得と育成にお悩みのタクシー会社様、初期費用ゼロ、ランニングコストもゼロで御社の人材獲得のお手伝いをいたします。合わせてこちらよりお問い合わせをください。まあ、この人急いでるなっていう雰囲気は分かれてかおっしゃってたじゃないですか。確かに独特な雰囲気あるじゃないですか。で、あ、急がなきゃなっていうふうに思ってて、でも信号が赤だからもう止まらなきゃいけないから止まる、そうするとため息つかれるってことですね。はいはい、急いでるなっていう雰囲気を出してきた方に対しては僕先にお伝えするのが、お客様お急ぎですよね、ちなみに何時までに着かなきゃいけないでしょうかって僕は聞くようにしてるんですよ。そうするとお客様は具体的になってくるんですよ。何時までに着かなきゃいけないと。でそうするとそれが現実的なのか非現実的なのか、運が良ければ行くのかって、まあ、これはちょっと経験者じゃないと難しい部分かもしれませんが、でもだんだん見えてくると思うんですよね。だから現実的であればお客様、まあ、このペースで行けばおそらくご希望の時間着くと思います。ただ着くと思いますって言い切っちゃうと危険だから、とはいえ朝でやっぱ通勤ラッシュで状況が読みにくいので、でもなんとか努力しますっていう風に伝える。そうするとあ、この人は自分の気持ちを汲んでくれてるからっていうので煽るのがなくなると。事前にそのちゃんとその辺を理解してますよ、早く行かなきゃいけないっていうのを分かってますよっていうのをお客様にお伝えするということですよね。そうですそうです。できる限り最大限努力しますよっていうのをお伝えすると、はい、いう部分ですね。であと中にはもうむちゃくちゃ言ってくる人とか、いやもうとにかく急んでいるんだよって焦ってる気持ちの方とかもいらっしゃいます。で問題はそういう方になってしまうと車内が気まずくなって声かけとかキャッチボールがしづらくなるって正直あると思うんですよね。だから僕そういう時こそ勇気を振り絞ってコミュニケーションを取るようにしてるんですよっていう。あ、なるほどね、なるほどなるほど。そのお客様の気持ちを汲んでそれを理解してますよ、最大限努力しますってことをこうアピールしてお客様の立場になってっていうことをこう象徴すると、そういうことですかね。そうですね、本当に
お客様の味方です、うんうん、あなたが何時までに着きたいっていうのは私は最大限努力します、うん、これが伝われば 95% ぐらいの急げ急げ煽るお客さんは味方になってくれるなっていうのが自分のなんか経験談ですね。なるほど。手前で急いでるんですね。可能な限りもう最善を尽くさせてください、尽くさせてくださいとかって言っちゃうんですよ、そうするとあこのドライバーはやってくれるんだなみたいな。で、あとは車線変更するふりをしてこういうふうにこう体を倒して前方を見たりとか。なるほど、うん、すごく急いでますっていうふうに言ってきたら、かしこまりました、最大限の努力をしますと。ただこの先急ブレーキとか急加速とか出てきてしまうかもしれません、そちらご了承いただけますかとかって言ったりとか。でも走ってるのは一緒なんですよっていうことをやると、そう、大概のお客さんは、まあ、ご納得していただけるんじゃないかなって思いますね。例えば話しかけにくいお客さんとか高圧的なお客さんとか、こういう急いでるっていうお客さん、車内の空気がものすごくこの、ね、重たくなりますよ、重たく、本当重たくなりますなんか、いや、これ今車内温度5度ぐらい上がったんじゃないかみたいなのあるじゃないですか。で、そういった時に積極的にこっちからお客さんの気持ちを汲み取りに行くっていうことをやると、そう、怒られるとかそれ以上過剰に煽られるっていうのはなくなるんじゃないかなって思います。ありがとうございます、はい、すみません、ちょっと時間になっちゃいました。ありがとうございます、はい、参考させていただきます、はい、またよろしくお願いします。